ソールベリー死爵は、イギリスの死爵、貴族、連合王国貴族爵区位。保守党の政治家、ハーウォルド・ラムズ・ボーサムが1954年にジョイされたことに始まる。ハーウォルド・ラムズ・ボーサムは、年金担当省や教育庁長,長官等の兼職を歴任した保守党の政治家である。彼は1941年に連合王国貴族として、 バッキンガム州ソールベリーのソールベリー男爵に上された。ハーウォルドはさらに、セロン総督退任後の1954年に、バッキンガム州ソールベリーのソールベリー死爵に少女、したが、これがソールベリー死爵家の端緒となる。初代死爵の死後は、長男ジェームズが爵位を相続した。二代死爵ジェームズは1999年の、 貴族院法制定まで貴族院に議席を有した。彼に子がなかったため、爵位は弟ピーターが継承した。三代子爵ピーターは就職以前は外交官として活動して、中米英国大使やキプロス高等弁務官、バミューダ総督を歴任している。彼は晩年の2004年に爵位を兄より継いだ後2010年に死去、爵位は長男をオリバーが継いでいる。 四代子爵オリバーが2020年現在のソウルベリー子爵クカ種である。爵位と一族にかかるモットーは力ではなく美徳によって。現当主である第四代ソウルベリー子爵オリバー・ラムズ・ボサムは以下の爵位を有する。爵位の法廷推定相続人は現当主の息子であるエドワード・ハーウルド・ラムズ・ボサム閣下、カッただし、 1975年に議員となり1999年に議席喪失するまでの発言数は0。ありがとうございます。